そういえば今年のカープですよ、うん、キャンプの時ちょテレビやってるから見てたんですよ。でキャンプの時はフリーバッティングもいいなと思ってたけど、うん、あの試合始まったらちょっとっていう感じじゃないですか、うんうん、せーの本日のよろぴこ日本語検定に合格しました。プレイボールよろぴこ。どんな感じですかね。いやいや、あの確かにね、野手の方でも楽しみだなって選手がたくさんいるんだけど、うん、まあ惜しくの場合は自分で練習して、うん、レギュラー掴んでやろう、やってやろうという意気込みが出てそのレギュラー掴んだけど、今の選手はなんていうか自分でやろうとかっていう感じない、うん、まあマシンも多いし、はいはいはい、設備もしっかりしてるから、うん、やってても目立たないかもしれないけど、だから自分でよしとことんやってやろうという選手が見えないのが残念なんだ。ガッツ気がないんですね、うん、だからすごい、だから本当そのキャンプやってガッツいて、で試合でわこいつちょっと、うん、出てきたなっていうのが見えないでしょ、はいはいはい、そうそう、だから選手はいい選手いるんで、うん、でだから吉井君のあと翔太とか佐々木偽造とかがスイッチになって、うん、やっぱりあいつらにいい選手になってほしいと思うから、うちさんなんか付きっきりで打たせたり、はい、そういうすることがやっぱ育てようという姿勢がチームにもあったじゃない、はいはい、でその後言ってもやっぱ4番がいないから、うん、江藤に4番を打たすために、うんうん、あの育てようと、でキャンプなんかでも早く出して、はい、残して休みの日も練習させて、だから休みの日なんかコーチが出てってもバッティング投げなきゃいけないから、はいはいはい、キャンプ行っても休みなしよコーチも、はいはい、で最後の1日ぐらいみんなで休んでゴルフ行こうよってコーチで話して、うん、江藤に明日休みだからって言ったら江藤が打たせてくださいこっちの気にもなれるそうやれたらダメだって言えないから、そうですよね、まあ、でもそこですよね、うん、要はガッツキですよね、わかる、そういうのが言ってくれたら、はあ、まあでも今の首脳陣でもよしそれじゃあ正解のとこすごいのが入っていて、うん、それを4番を打たせたいんならとことん練習させれば、はいはい、4番の練習をさせればいいのに、うん、してないのがもったいないなと思う。スマートで終わってますよね、うん、そうそうそう、要は何だろう、どんな格好でもいい、不細工でもいいけど、うん、こいつバット振ってるね、やっぱ、うん、そうそう、こうスイング来てるねっていうのが見えたらいいんだけどね、うん、周りがね、いやこっち4番を打たせてもいいよと、うん、いうぐらいの練習させればいい、うん、で自分ですればいいのに、それがないのがもったいない、平気になってしまうんかな、うん、で、まあ、これだけ練習してましたって、ただ練習のための練習になってしまってるんですかね。そうそうそう、だからピッチャーにしてもいるのが、まあ、前剣がいて、うん、まあ、前剣は自分の中でメジャーというのが目標があったから、うん、練習でもね、まあ、あのキャンプとか見てても投げ込みする方じゃないし、うん、残って走り込みをする方じゃない、だからやっぱり体を大事にしてメジャーに行こうという、うん、それはそれで悪いことじゃないんだ、うん、だからそれをみんな真似ちゃうと困るんだ、そうですね、確かにですね、で、マイケンがいなくなって黒が帰ってきて、はい、黒田が帰ってきて、黒田はやっぱり投げ込み、はい、走り込みをする方だから、うん、それをやっぱみんな見て、あ、こういうこともあるんだ、こうしなきゃいけないんだということで、うん、投げ込みとか走り込みをしてやっぱりあの3連覇につながったんや、はい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 、黒田が辞めてそれが残ってくれればいいのに、うん、残ってないんだよピッチャーの中にも、うん、でもどうしても対外的に流されやすいですよね、うん、いや球数が何球とか中行ってそうで、いわゆる肩を大事に100球型とか言って、いやどこで上手くなるかって言って、どこで上手くなるのって、うん、だから言ったけど、
大体多分あの西村この間あのヤクルトに行った西村って、はい、ソフトバンク ね, ね西村行ったけど計算したら大体200球ぐらいになりますって言ってたよね。言ってましたね。その肩を作るんだって。はいはい、はい、でブルペン投げて試合投げて投げたら、うん、だからその肩を作んなきゃ200球ぐらいはやっぱ投げ込まないとっていう話をしてたの、うん、で今それもないじゃないですか、うん、投げ込みって。だから池谷の時ピッチャーってずっと投げてましたよね。投げると走るのしかやることなかったもんですよね。上とかなかったしそうですよね。で本当投げ込んでましたよね、うんうん、でコントロールなんかそうでしょ、投げ込まないとずっとつかないって。そうそうそう、やっぱ、うん、ある程度ありますよね、うん、皆さんやれますもんね、うん、だから自分のフォームをだからね分からないままにキャンプ終わっちゃうんじゃないかと思って。あ、いやほんまそうよね。だからだからいつも言うんだけど、あの頃やっぱ池谷さん10勝以上する3つするじゃないですか、うん、で10勝以上するピッチャーがあの野手投げに来るじゃないですか、うん、あの時打ちやすいんですよ。ああのばらけないんで、うん、全部自分パッてやったらすっぴょーん投げるからバランスで投げてくるボールいつもプープーくるわけです。で若いやつ来たらここで投げるじゃないですか。ちょ無理やろ、うん、で球は速いけど、うん、でこの間のキャンプの時見た時に、いやピッチャーが投げ出した時に、うん、そのなんだろう一生懸命は投げてるけど本当の自分のバランスの中で投げてるピッチャー何人いるかって見た時に、うん、どうかなっていう目で見てしまうんですよね。そうそうそう、あのバッティングピッチャー投げに行っても自分のピッチングしちゃうんだよね。そうそうそう、俺はもうね、肩作るつもりでいるから気持ちよく打ってもらおうと思ってないとやっぱりフォームのチェックにもなるし、だから今のピッチャーの考え方がどうもそうでしょ、うん、フォームを大事にしたいのかで、どちらかというともうコントロールより縦の変化、はいはいはい、そっちへ走っちゃうんだよね。あと球種で騙してね。そうそうそう、だからいつも思うけど、あと昔の人誰か聞いたけど実球全力でストライク投げれるかって。そうね、よく言われた俺ら。そうでしょ、10球投げて8球いい球がいったら1軍で使えると。そうでしょ、7、8球、うん、それぐらいでなきゃダメだと思う。でも今の子たちってさ、キャッチャーはいカーブはいスライダーはいまっすぐはいフォーク、うん、何カニ、ちょっと待ってお前、そうそうそう試合行ったらストライク投げるのに火凝らすのにそこまだそこって。そうそう、だからいろんな球種投げるやつに限ってお前カウントが困った時投げに投げるんだって、それ考えちゃうよ。そうでしょ、うん、だから何か一つでも自分の自信を持った球を作れたピッチャーの方が、ね、うん、勝てるよ。だから本当にだからなんだろう、ストライク投げれるからボールを投げれるっていう感覚にいないですよね、うんうん、だから昔の人ってストライクを投げれるからボールを投げる、いつでもストライク取れますよっていう感じで投げてましたよね。そうそうそう、だからやっぱりいい選手がいて若いのがそれを見て、まあ、いいとこを吸収する、はい、そうしてこうチームが回っていけば、うん、いいチームができるんだけど、なかなかそれが今できてないんじゃないかと思う、うん、だから今回の森っていう左ピッチャーさんね、うんうんうん、めっちゃ面白そうじゃないですか、うん、見てて、うん、結構、うん、面白い、どうなるかっていうのは結構いいピッチャーいるはいますよね。いますよね。四本柱はいて、小林とあともう一人誰かいますよね、うん、あの左のね、左の向こういますよね、うん、あのだからそういうピッチャーでもやっぱ先発やらしたいなら、おい先発で回ってもらいたいんでもうちょっと投げようよとか、うん、だって80球投げたらすごい投げたみたいなこと言われたんじゃほんまそうですよね、うん、どこでボールのって、うん、あの e スポーツやゲームじゃないんだから、はい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 、ゲームはスティックを覚えたらいい球投げれるけど、うんうん、やっぱ昔の人って理にかなったことを言うし、それ行き過ぎちゃいけないけど絶対そこを考えながらやっぱ練習しなきゃダメですよね。昔言ったら80球ぐらい投げて、おやっとこう立ち上がってきた、こっからでしょ、続ければ覚えるなというような感覚だった俺らの時は。ああそれがこう上がってきた時にはいどうも、はい、それでやめちゃうのがなんかもったいないし、だから肩壊す。でもそれの中6日でしょ今、うん、100球ですよ。そうですね。それであんだけいろんなウエイトをやって、そうです、やっても故障減ってないんだよね。ああ、うん、だからそういう意味でやっぱりね、ガッツがある選手が今のカープには必要だったな。あ、そういう選手が野手でもピッチャーでも2人ずつぐらい出てくれれば、
選手はいるんでいいチームになってくるとは思うんだけどね。やっぱやってみたら昔の僕なんかカープって全員カッターすぎありすぎて、ね、背中がやっぱみんなかっこよかったですね。あ、本当にいい表現ですね、うん、だから抑えるためにはいかにスピードを抜いて緩い球ですね、緩い球で低めに投げるか。ああ言っていい、抑えようとしてるからそれは。ああ、やっぱり我々売り出し始めまして、うん、まあ今本当皆さんの本当おかげで、まあ、絶好調 で味本当美味しいもんね。はい、美味しいですもんね、うん、味一はるかさんの方もすごく喜んでいただいて。あ、本当です。はい、炊きたてのこれあのうちの新米でございます。ヨロピコ米です。ヨロピコ米ね。ヨロピコ米、ヨロピコ米に焼きサバ高菜を乗っけてもらいまして、これサバはですね炭火で焼いてますんでやっぱり風味も違いますよね。いや、いただきます。で、あの福岡の高菜とでちょっぴり辛さがありますが、よだれ出てきた。出てきたでしょ。いただきます。はい、どうも。どうですか。うまいな。うまいでしょ、うん、おだしね。だしです。だしは何だし。これかつおだしですね、今日は。まあお茶でもほんと全然合いますね。面白い。どうですか。うまっ。うまいですよね、うん、お茶漬けほんと合うんですよ、うん、ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録といいねをよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。それではゲームセット。次回もよろぴこ。